直角双曲線に3つの頂点を持つ三角形があります。その水深は元の直角双曲線にあることを示しなさい。回答です。2つの前近線を座標軸にとると、直角双曲線は xy イコール k と書くことができます。3つの頂点を abc と置くと、bc の傾きは1となります。a から bc に下ろした垂線は2、b から ca に下ろした垂線は3、2、3の交わる点が水深です。その X 座標は4となります。4を2に入れて5となります。4、5より XY イコール K となり、これは水深が元の直角双曲線にあることを示しています。放物線の3本の接線で三角形を作ります。この三角形の水深はこの放物線の準線にあることを説明しなさい。接点を P1、P2、P3 と置きます。また P1 での接線と P2 での接線とが交わる点を Q1 とします。同じように Q2、Q3 を取ります。 P1 での接線は1、 P2 での接線は2となります。1、2を連立して解くと Q1 の座標が出てきます。 P3 での接線は3です。 Q1 から3に下ろした垂線は4となります。 Q2 から1に下ろした垂線は5となります。 4、5の交わる点が求める垂線ですから、4、5を連立して解きます。そして両辺を y1 マイナス y3 で割ります。 x イコールマイナス p となります。これは放物線の準線です。なお y 座標を求めると3つの接点で決まる定点となります。放物線1の2つの方線が直角に交わるとき、その交点はどのような図形を動きますか。1を微分して接線の傾き、そして方線の傾きを求めます。P での方線は2となります。Q での方線は3です。2、3が直角に交わるので4となります。4を3に入れて5とします。ベータを消しておきます。2、5を連立して解くと、2つの方線の交わる点の座標が決まります。その X 座標は6です。ここではその X 座標、 Y 座標を大文字の XY で書くことにします。交わる点の Y 座標を計算します。7です。一方、交わる点の X 座標を変形します。8です。α はすべての実数を取るので、大文字の X は
マイナス無限大からプラス無限大までです。そして交わる点の軌跡は放物線となります。大文字の XY を小文字の XY に直して答えを書きます。放物線にある2つの点 PQ での接線は点 R で交わります。点 R と焦点を結ぶ線分 RF は角 PFQ を2等分します。このことを証明しなさい。証明です。放物線を x の2乗イコール 4py と置きます。焦点 f はカッコ p0 です。 p を α 4p 分の α の2乗、 q を β 4p 分の β の2乗と置きます。微分して傾きを求め、P での接線、Q での接線を求めます。連立して解くと、R の座標が出てきます。方向角を考えます。数学での方向角は、X 軸の正の向きとなす角です。FP、FQ、FR の方向角を、θ1、θ2、θ3 と置くと、角 PFR は θ1-θ3、角 QFR は θ3-θ2 となります。タンジェント θ1、θ2、θ3 を P、アルファ、ベータで表します。タンジェント θ1 マイナス θ3、 タンジェント θ3 マイナス θ2 を計算します。すると、タンジェント θ1 マイナス θ3 と、タンジェント θ3 マイナス θ2 は等しくなります。これは角 PFR と角 RFQ とが等しいことです。よって証明されました。タンジェント θ1-θ3 の計算です。同じくタンジェント θ3-θ2 の計算です。この計算は場合によっては省略されます。